ベトナムの国境からバスで首都プノンペンへ。山林生活。どうも、おはようございます。山林生活チャンネルの管理人、山林生活です。カンボジアに入国しました。新たな街に行く楽しみっていいですよねと思ったのですが、この先に街があるのか不安になるお出迎えです。道路が土です。明らかにベトナムとの差があります。一昔前の東南アジア感、砂が浮いているとかではなく土の道路です。轍がありバスが横に揺れます。国境は整備されていると思ったのですが、そうではありませんでした。国力の差を感じます。牛とか普通に横切ってるし、それが日常という感じ。でもなんか懐かしいです。初めて行った東南アジアがこんなところでした。下手したらもっと文明からかけ離れていました。ウルルン滞在期みたいなところでしたからね。それに比べると発展しているのでしょう。ただまだ先進地域とは呼べない環境。そうなると衛生管理も悪いのでしょう。この様子だとお腹壊す確率が上がりそうです。東南アジアの秘境と言われるだけあります。カンボジアに入りトイレ休憩がありました。こちらでホットスナックが売っています。飲まず食わずでここまで来てます。カンボジアに入ったので食事をとります。屋台からいい匂いしてますが、買わずに持ってきたオレオを食べます。最近のお気に入りです。小腹が空いた時はオレオがちょうど良いんです。これこそ旅のお供。3月にラオスに行きました。その際にメコン川に立ち寄っています。メコン川はカンボジアにも流れています。こちらメコン川かと思ったらただの湖でした。こちらメコン川かと思ったらただの支流でした。道理で小さいと思いました。こちらがメコン川です。やはり規模が大きいですね。ラオスで見たメコン川より下流になります。この辺りも魚が美味しいのでしょうね。メコン川には大きな橋がかかっております。アジアの橋は日本が協力しているケースが多いです。発展途上国に恩を売るためでしょうか。鉄道や橋梁は日本が得意としているのでしょうか。やっぱり日本が関わっていました。でもこういうののおかげで日本人は優遇されているのでしょう。親日国が多いのもばらまきのおかげなんでしょう。首都プノンペンに着くのは夜の18時過ぎ。7時間のバス旅です。隣席も空いており苦ではありませんでした。あたりはもう暗いです。景色も変わり街っぽい雰囲気になりました。入国当初は電波が悪かったのですが、街に入ってからは安定しました。電波は安定してますが通信速度が遅いです。340バイトです。 ISDN にちょっと毛が生えたくらいの通信速度。かなり厳しい環境です。まだカンボジアはインフラが整ってないようです。そんなわけでホテルは高いところを選びました。高いといっても日本円で3400円です。カンボジアにはゲストハウスが多くあり、そのゲストハウスも個室があります。グレードによって金額も変わるようですが、2000円以下で泊まれるところもあるようです。ベッドはちゃんとしているが水シャワープラス1000円出せばお湯が使える。できればお湯が良いので3400円のホテルを選びました。ホテルに到着しました。よくあるビジネスホテル。ちょっと大きな部屋です。2人で旅行するのであれば1人15ドルなのでかなり安く済ませられます。海外は1人の金額ではなく一室の金額ですからね。お風呂はシャワーですが、普通のシャワーではなく滝行シャワーです。これがあんまり好きではないんです。本日は日が暮れてプノンペンに着きました。とは言ってもまだ19時前。そのためあたりは賑やかです。そしてカンボジアの首都プノンペンです。そんな場所なので人も多くいます。
カンボジアも他の東南アジア同様に外食が盛んなんでしょう。屋台も多く出ております。しかし初めての場所で何が何だか分かりません。そのため今日はスーパーでどうにかします。近くにスーパーがあったのでそちらでビールと飲料水を購入。ご飯はまたもやカップラーメンです。弁当的なものがあると良かったのですが、弁当やおにぎりが普通に売っているのは日本くらいなんでしょう。料理をせずに食べれるものとなるとカップラーメンくらいしかないようです。仕方がないと諦めつつ帰る道中にサンドイッチ屋さんを見つけました。バインミー屋と呼ぶべきでしょうか。パンに挟んだものを出す店です。持ち帰りも OK だということだったので牛肉と何かをパンに挟んだやつを購入しました。バインミーを持ち帰り夕食をとります。適度な酸味とパクチーがしっかりと効いていてアジア感があります。そしてパンがうまいです。野菜もたっぷり入ってて食べ応えがあります。飯を食うなら米が一番と思っていますが、このパンであれば主食になります。パンは朝ごはんのイメージでしたが夜でもありですね。今日のご飯はバインミーとカップラーメンという炭水化物メインとなりました。炭水化物に炭水化物をプラスする名采配。もう少し健康的な食事をしたいですね。錠剤でビタミンは摂取できていますが、サプリメントではカバーできないものもあります。ちょっとそのあたり心がけたいです。そしてプノンペンの夜に乾杯。ガンツバーグとアンコールビア。このビールはそこまで美味しくありませんでした。この2つだとアンコールビアが美味しいです。ガンツバーグは安かったので買ったのですが、安いのにも理由があるようです。まずいビールだと穀物の味がすごいするんです。パンを水に浸した汁飲んでるようなやつです。パンを水に浸した汁の方が美味しいのもあります。雑穀や米を入れてるからなのか雑味がひどいんですよね。発酵臭のする汁って感じ。ここまでビールをいろいろ飲んできました。今のところベトナムのビールがダントツです。ダメだったのは中国でした。まあ中国といっても地域によってビールの違いもあるのでしょう。今後もこんな感じでいろんなビールを飲みたいです。明日は移動日ですが、移動するのは夜になってから。出発まで時間があります。そのため明日は首都プノンペンを観光します。ということでチャンネル登録高評価よろしくお願いします。このチャンネルはご覧のスポンサーの提供でお送りしました。